ふう、いつからだろう。自分の排泄物の形を確認して何かに形容しなくなったのは。俺も大人になったってことなのかな。ふふふ。さて、俺も大人になったことだし、そろそろ自分のケツは自分で拭くか。ん？おい、俺もトイレ行きたい。代わってくれ。なんだ、エルか。ちょっと待ってくれ。すぐ変わるから。ルーム。うわ、なんだこれ。シャンブルス。え？じゃあごゆっくり。なんであいつトラファルガーローの能力使えるん？ふう。さて、そろそろ自分のケツは自分で拭くか。ってあれ？紙がないぞ。おい、トイレの紙が一個もないんだけど。ん？ああ、そっか。全部捨てたんだよ。なんで？ほら、今ってペーパーレス化の時代じゃん？本とかも電子書籍になってきてるし、俺も波に乗り遅れないようにしようと思ってさ。だからってトイレットペーパーまで捨てないだろ普通。電子化の波がここまで来たかって感じだよね。絶対波越えてモテるで。てかトイレし終わった後どうやって拭くの？あ、てかお前もさっき拭いてないだろ汚ね。大丈夫、俺も電子うんちにしてるから。電子うんち？電子化の波もついにここまでかって感じだよね。いや電子うんちってなんだよ。電子化できるもんじゃないだろ。どうやってやってんだよ。教えてほしい？うざ、早く教えろよ。わかったよ。ほらお前の左上にあるやつだよ。うん、たまごっちやん。たまごっちのうんちやん。懐かしい。あ、てか結構溜まってるな。流さんと病気になるわ。たまごっちやん。うんちほったらかしにしたら病気になるシステム。てか放置しすぎだろ、汚ねえな。なんかよくわからんけど、電子うんちいけたわ。やろ？ハクションや、はい。うわ、めっちゃ鼻水出た。お前、鼻あったんだ。ティッシュ、ティッシュおだい。あ、そうそう。うちのティッシュ、柔らか保湿のティッシュだから、鼻に優しいんだよ。いいから早く。ちょっと待ってね。はい、これ。え、なにこれ。あ、そっか、ペーパーレスにしたんだった。柔らか保湿の概念だけ残ったってこと？わしにはわからん、アホじゃけ。なんやこいつ。まあいいや、この際しょうがない。うわ、なんか柔らかいし、なんか濡れてんだけど。柔らかくて、そして濡れている。ソフト&ウェット、この家から髪を奪った。え、ジョジョ八部。俺は人間をやめるぞ、ジョジョに。大胆に宣言した割には慎重にちょっとずつ人間やめようとしてるやん。てかお前もともと人間じゃねえだろ。そういえば第3部に出てきたペットショップってかっこいいよね。そんなことより鼻水。こうしたリュックサックに花を分けて空と一体化させることができるでしょうか。冷蔵庫ください。